中国の北京で開かれている日本と北朝鮮の局長級協議は初日の日程を終えました。北京から報告です。今日の意見交換の印象としては、議論は大変真摯で率直に行うことができたと思いますから、明日もですね、同様な形で議論ができればいいと思っています。総理的な問題を政治的に解決しなければ、約束しているもん。北朝鮮側は協議終了後、日本との関係改善に強い意欲を示しました。1年4ヶ月ぶりの協議は、北朝鮮側が冒頭協議再開を雪解けや春の芽吹きに例えるなど、対話ムードを演出する中で始まりました。日本側も想定していたテーマは一通り議論できたということで、伊原局長は2日目も同様な形で議論ができればと手応えを語りました。またあらゆる機会を捉えて北朝鮮と実質的な意見交換を行う努力を続けていく必要があると、今後の協議継続にも意欲を示しました。2日目の協議は、拉致問題は解決済みという立場を取る北朝鮮が方針を転換して拉致被害者の再調査に応じるかが焦点となります。